春ナグラスは、群馬県北群馬郡新東村にある、ガラス工芸の工房。元は、明治創業の老舗ガラス企業、株式会社春ナグラスによって運営されてきたが、2015年5月10日に、倒産。現在、同施設を使用し運営されている地球や春ナグラスは、有限会社林系の運営する別会社である。春ナグラスの創業は1903年、田島昭八が起こした。 田島ガラス製造所に始まる。創業者、田島小八は、大阪でガラス作りの修行をした経験を生かし、群馬県高崎市末広町後にガラス工場を構え、当初はランプのホヤを専門に製造していた。1917年、社名を田島ガラス機製造所に変更。同時に、高崎市内の朝日町131に移転したが、 その工場は1923年の関東地震の影響で煙突が倒壊する被害を受ける。この地震は群馬県にも被害をもたらし、全壊した住宅の数は107棟に上った。1925年、工場を新築。しかし、その工場も1945年8月14日の空襲で全焼した。こうした苦難を乗り越え、1946年に、 社名を田島ガラス工場に変更、さらに1950年には株式会社田島ガラス工場を設立、代表取締役に田島一郎が就任した。戦後間もなくの頃は牛乳瓶のような容器や食器、照明用のガラスを生産していた。1965年にプレス成形機械を導入。1970年にはクリスタルガラスの製造を開始し、 この時社名も田島クリスタル株式会社に変更した。当初は食器、照明用に生産していたクリスタルガラスであったが、1975年に時計枠用にも拡大。1982年には釜の燃料を重油から環境負荷の低い都市ガスに切り替え、ガラス業開発の試みとしてガス並列式ガラス用回路を導入した。 1987年、工場を新東村に移転し、社名を株式会社春名グラスに変更した。工場に並列式ガラス用解炉や単独式工芸炉を新設して、省エネルギー化を図るとともに、直接販売店を営業開始。1990年4月4日、関連会社として有限会社キララを設立。 創業から100年となる2003年には、省エネルギー型の単独式ガラス妖怪炉を2期、新設した。群馬県は1998年に春菜グラスの製品を、群馬県ふるさと伝統工芸品に指定。続いて、春菜グラスのカラー硬質耐熱の調合、妖怪と成形技術、商品群、そしてキララのガラスモザイク造形物と、その製造方法を評価し、 両者を2000年度、群馬の優れたものづくり企業に認定した。株式会社春名グラスの業績低迷により、春名グラスは2015年5月10日付で営業を終了。ありがとうございます。